カリフォルニアワインはアメリカ合衆国カリフォルニア州で生産されるワイン。ナパ郡やソノマ郡にあるワインカントリーが名産地である。カリフォルニア州は太平洋に面したアメリカ合衆国西海岸にあり、ヨーロッパの主要ワイン生産国であるフランスの約3、4の面積を持つ。約4500のぶどう栽培農家があり。 2014年のドウ栽培面積は496,313エーカーだった。1905のワイナリーがあり、2014年のワイン生産量は7億964万7,220メートルガロンだった。アメリカ合衆国全体のワイン生産量は8億3,546万8,643メートルガロンであり、 カリフォルニア州単独で全米の84.9%を占めている。1985年のカリフォルニア産ワインの輸出額は約3500万ドルだったが2004年には8億800万ドルにまで増加した。主要な輸出先はイギリス、カナダ、ドイツ、日本、オランダなどである。カリフォルニア州単独でオーストラリアワインの生産量を上回っており、 仮にカリフォルニア州を一国家として考えた場合、イタリア、フランス、スペインに次いで世界第4位のワイン生産国となる。スペイン人宣教師がミサの祭壇で使用するワインを生産するためにブドウを植えたのが始まりであり、カリフォルニアのブドウ栽培の歴史は18世紀にまで遡る。一般的にはオーストラリアワインや チリワインなどと共に新世界のワインに分類されるが、スペイン人宣教師がワイン作りを広めてから長い歴史を持つため、最も新しい旧世界のワイン産地と呼ばれることもある。カリフォルニア州でワインフォーが初めて制定されたのは1976年のことであり、1983年の改定時に地理的表示のアメリカブドウ栽培地域制度が設けられた。 ブティックワイナリーと呼ばれる家族経営、個人経営の小規模なワイナリーから世界中に販売網を持つがロシ者のような大規模な企業まで今日のカリフォルニア州には1905件のワイナリーが存在する。カリフォルニア州の地政カリフォルニア州はとても地質学的に多様な地域であり気候などのテロワールもやはり多様である。北緯42度のカリフォルニア州北端部は スペイン北部やイタリア中央部と同緯度であり、北緯32度の周南端部は北アフリカと同緯度である。カリフォルニア州のワイン産地の大半は太平洋とセントラルバレーの間に位置する。下季には内陸部の大気が熱せられて上昇する一方で太平洋からの冷たい海風が霧となって内陸部に吹き込み内陸部の気温を下げている。干ばつは ブドウ栽培を行う上で脅威になりうるが、カリフォルニア州の大部分の地域では干ばつを避けるのに十分な量の香水があり、サンフランシスコ北側のワイン産地では615から1150ミ、mm、リメートル、南側のワイン産地でも330から510ミ、mm、リメートルの年香水量がある。一方で内陸部にある セントラルバレーは世界のワイン産地の中で最も暑く乾燥した地域の一つであり、灌漑設備は不可欠である。春季の抗争は脅威となりうるが、冬季には抗争の被害の恐れは少なく穏やかである。抗争の脅威を抑制するために、しばしばどう栽培農家は、送風機による送風やスプリンクラーによる散水、スマジポットと呼ばれるイブシ器を使用している。 カリフォルニア州のワイン産地は一般的に地中海性気候に分類されるがより大陸性気候の影響が強い産地もある。太平洋や湾への近さに加えて涼しい風が産地に遮られることなく移動することが州内のワイン産地の相対的な涼しさに影響している。そのマグンやナパンのように産地の障壁に囲まれた地域は 海風による冷却の影響がないため、他地域よりも暖かい傾向がある。カリフォルニア州の土壌や地勢は地域によって大きく異なり、北アメリカプレートと太平洋プレートのプレートテクトニクスに影響されている。一部の地域では多様なブレンド用素材を生み出すために、同一の品種を異なる土壌に植えている。 土壌の多様性こそが多くの個性的な地理的表示地域を数多く有する理由の一つである。スペイン人による聖カルロス協会、カリフォルニアワインの父原ジー千年頃にはバイキングの一団がアメリカ大陸東海岸に到達し、繁茂していた野生のブドウを発見している。1522年にはスペイン人コンキスタドールのエルナンコルテスがスペインから、 ヨーロッパブドウの苗木を送らせ、1542年には野生のブドウに継ぎ木する方法で栽培を始めた。16世紀に持ち込まれたブドウは、宣教協会のブドウ畑に植えられ、教会の精霊店で使用されたため、ミッション種という名称で呼ばれた。1560年頃には、スペイン領アメリカ東海岸のフロリダに自生するブドウからアメリカで初めてワインが生産された。 1769年、フランシスコ修道会のフニペロセラ神父がカリフォルニアに最初のブドウ畑を築いたとされている。セラ神父は手始めにサンディエゴでブドウ栽培とワイン作りを行い、1771年にはロサンゼルス郊外にカリフォルニア発のワイナリーを建設した。1769年から1823年にかけて、 フランシスコ海は徐々に北上し、サンフランシスコ近郊のそのままでにワイン作りを広めた。ブドウの木に病気が蔓延した東海岸とは異なり、西海岸ではピアス病以外に大きな問題は起こらなかった。1833年にはメキシコ政府によってカリフォルニア地域の修道院が世俗化され、アルタカリフォルニア知事のマリアーノ・グアダルペ・バレホ、 将軍は、そのまぐんでカリフォルニア初の職業的武道栽培者となった。1831年にナパバレーに移住したジョージ、ヨーンとは、1841年に初めてナパにミッション種を持ち込んで栽培し、1844年には200メートルガロンのワインを生産した。1848年以降のカリフォルニアゴールドラッシュによってこの地域には入植者が殺到し、 人口と地元でのワインの需要が増加した。そのマ群やナパ群などがある北カリフォルニアは一面にブドウ畑が広がり、ワイン生産者は各地のブドウ栽培者から購入したブドウワインに醸造して販売した。フランス人移民のジャンルイビーニュがミッション種よりも優れた品種をヨーロッパから持ち込んだ。ヨーロッパからの移民の中にはブドウ栽培やワイン生産の経験者も数多く、 混じっており、ゴールドラッシュを皮切りにして、カリフォルニアのワイン産業が花開いたが、当時のワインは大部分が粗悪品だった。1859年には、ナパワインの父的存在のサミュエル・ブラナンが、ナパ22万5千本の苗木を植え、この町の光線にも興味を持った、ブラナンは、カリフォルニア発の奥万長者となった。1857年に、カリフォルニアワインの父、 アゴストン・ハラジーによって、そのま軍に設立された、ブエナビスタ・ワイナリーは、カリフォルニアで、初めて商業的なワイン生産を行った。ハンガリー人移民のハラジーは、カリフォルニア武道栽培委員会議長となり、1861年には、カリフォルニア州のジョン・ダウニー知事がハラジーに、ヨーロッパ視察を命じ、ハラジーは、マスカット種やジン・ハンデルダネを含むヨーロッパ系。 品種300種10万本をカリフォルニアに取り寄せたとされる。ハラジーは、ブドウ栽培やワイン醸造に関する書籍も執筆し、多くのワイン生産者に影響を与えた。1859年には、イギリス人移民のジョン・パチェットがナパ軍に、初の商業的なワイナリーを設立している。パチェットの、ブドウ畑とワインセラーは、今日のナパ市域に位置していた。この時期には、 ウエナビスタワイナリー、ガンロック・バンシュー、イングルヌック・ワイナリー、マーカム・ビニアーズ、シュラムズバーグ・ビニアーズなど、カリフォルニアでも古いワイナリーが何件も設立されている。ワイナリーの建設、ブドウ畑での植え付けや収穫、地下セラーの掘削など、この時期のカリフォルニアでのワイン産業の発展には、中国人移民が重要な役割を果たしている。醸造責任者などの高い地位についた、 中国系移民もいたが、アメリカ人熟練労働者に有利になるよう中国人移民コミュニティに深刻な影響を与えた1882年の中国人排斥法の制定によって、1890年まで中国人移民の大部分はワイン産業から排除された。カリフォルニアではミッション種が支配的な種であったが、19世紀後半にはヨーロッパ系品種が 支配的となった。1880年代から1890年代には最初の黄金時代を築いた。ワイン産業に甚大な被害を与えた1906年のサンフランシスコ地震1861年には南北戦争が勃発したが、この頃にはカリフォルニア産ワインが東部でも販売されるようになった。1869年には大陸横断鉄道が全通し、 合衆国東部との経済活動が活発化。ニューヨークの商人によってカリフォルニア産ワインがヨーロッパに輸出され、ヨーロッパでも一定の評価を得た。大陸横断鉄道全通からの10年間でオーストラリアや東アジアにもカリフォルニア産ワインが輸出されるようになった。1873年にはカリフォルニア全体で300億本のブドウの木が 栽培されており、3年後の1876年には430億本と、劇的な伸びを見せた。1870年代半ばには、その間群がカリフォルニア最大のワイン産地となり、その間群の背後には、ロサンゼルス群が続いた。1880年代には、ナパニ800ヘクタールの、ロサンゼルスには4000ヘクタールのブドウ畑があった。 1860年代にフランスやヨーロッパの多産地を荒らしていたフィロキセラは、1870年代後半になるとカリフォルニアにも蔓延した。ヨーロッパに比べると被害は穏やかであり、生産量が激減していたヨーロッパに向けて多くのカリフォルニア産ワインが輸出された。小説家のロバート・スティーブンソンは1883年の短編スリバラード・スカターズの中で、 ボルドーは消え、ローヌはアラビアの砂漠となり、シャトーヌフは死に耐えた。草木の神、パンだけでなく、酒の神、バッカスも死んだと書き、世界のドウ栽培の未来がカリフォルニアとオーストラリアで決まると書いた。先に蔓延したヨーロッパではフィロキセラからの復興を試みる試行錯誤が続けられており、フィロキセラに体制のあるアメリカ産の代議に継ぎ木する復興法が、 発見されていた。1880年代に設立されたカリフォルニア州立武道栽培学会とカリフォルニア大学武道栽培学研究所もフィロキセラ撲滅の研究を推し進めた。これらの対策によってカリフォルニア州のワイン産業はすぐに立ち直ることができ新たな武道品種の植え付けを進める機会を利用した。1900年までに州内のドウ畑に 約300品種が植えられ、約800のワイナリーにブドウが供給された。北アメリカのブドウ畑で最も恐れられている病害はフィロキセラではなくピアス病であり、1880年代の初、発生時には南カリフォルニアのブドウ畑をほぼ壊滅させた。ピアス病はその後も断続的に発生しているが、現在まで有効な治療法は発見されていない。 1889年のパリ国際見本市にはカリフォルニア産ワインの生産者が招待され、スキルワイン、ブランデー、スパークリングワインの各部門で計34の賞を受賞。特にナパバレーの生産者は4個の金賞を含む20の賞を受賞した。1893年の大恐慌では金融業界が大混乱に陥り、 ワイン消費量の減少と実業化のワイン業界からの撤退につながった。1900年のパリ万国博覧会でもカリフォルニア産ワインが多くの賞を受賞した。1906年4月18日にはサンフランシスコ地震が起こり、サンフランシスコにあるワイン倉庫は壊滅状態となった。ボトルやタルに深刻な破損の被害が出て、 サンフランシスコだけで1億1400万リットルが流出した。禁酒法以前にはカリフォルニア州全体で1億リットル以上のワインを生産していた。禁酒法時代の違法アルコールの検査1919 19年1月16日にはカリフォルニア州がアメリカ合衆国憲法修正第18条を批准して禁酒法時代に入った。多くのワインセラーが破壊され、 施行以前に約700あったワイナリーの大部分はこの産業から撤退したが、禁酒法の例外として許可された精霊店用のワインを教会に供給するために生き延びた生産者もいた。一方で、ブドウ栽培は禁止されなかったため、生殖用ブドウやブドウジュースの生産に転換して生き延びたブドウ畑やワイナリーもあり、1920年代半ばまでは、 ブドウの栽培面積はむしろ拡大し、生のブドウや濃縮果汁は船積みされて、中西部や東海岸に送られた。禁酒放火でも、家庭での飲用目的であれば、年間780リットル以下のワイン生産が許されており、禁酒法成立前の1915年から自家製ワインの生産が盛んとなり、成立後にはさらに自家製ワインの生産量が増加した。 ワインの醸造法を添付して、ブドウジュースやブドウ濃縮果汁を販売した企業があり、また発酵する危険性があるため、本品を摂氏15度以上の室内で保存しないでくださいとの警告文で案に自家製ワインの生産方法を説明した商品も登場した。電話を受けて家庭に出張して、ブドウジュースを発酵させるプロの醸造家も現れた。 自家製ワイン用品種としては、水色が鮮やかで輸送が容易な品種が流行ったため、カベルネソービニオン種などの高級品種が引き抜かれ、味わいは、ボン用のアリカンテブーシェ種などの頑丈なブドウが好まれた。1933年12月5日には、修正第21条が批准されて、禁酒法が撤廃されたが、この際に稼働していたワイナリーはわずか140だった。 13年間にも及ぶ禁酒法でワイン産業自体が後退し最高2時間を要したため多くのワインは愛好者は引用するアルコールをワインから安酒や蒸留酒に切り替えた。禁酒法撤廃後には爆発的にワイナリーが増えて1934年には804に達したが凡用な品種による質の低さや需要の見込み違いなどが影響し、 1944年には465にまで減少している。禁酒法施行以前には、ステルワインの生産量が、主成強化ワインを上回っていたが、禁酒法撤廃後には、税金が安い主成強化ワインが流行し、カリフォルニア産ワインの3、4を占めるようになった。東海岸や、中西部の瓶詰業者が、カリフォルニアのワイン産業を牛耳るようになり、 名門ワイナリーもこれらの瓶詰業者にるで出荷することがあった。1935年にはカリフォルニア大学デイビス校にワイン醸造研究所が新設され、多くのワイン醸造家を排出するカリフォルニア区市のワイン研究機関となった。メーナード・アメリン教授とアルバート・ j ウィンクラー教授が先導してカリフォルニア州に適した武道品種を分析し、 1944年の論文、カリフォルニアで栽培するブドウの果汁、及びワインの成分と品質分析では、ウィンクラースケールと呼ばれるワイン産地の区分法が用いられた。加えて、ワイン醸造家の集合台であるワインインスティチュートが発足し、ワインの販売促進やワインの普及に取り組んだ。第二次世界大戦勃発後には、ワイン供給量、 消費量ともに減少したが、この時期にも品種改良などの研究は進み、大戦終結後には、デイビス港が世界最高のブドウ栽培、ワイン醸造研究機関として認知されるようになった。ヨーロッパの食習慣に親しんだ第二次大戦機関兵の存在も影響し、カリフォルニア全体で量から質への転換が進んだ。1960年代には、 ナパのドウ栽培面積が4000ヘクタールにまで増加したが、それでも1890年代の約半分に過ぎなかった。ロバート・モンダビのワイナリー・パリスの審判に出品されたワイン1960年代までのカリフォルニア州は、主にカリニャン市とトンプソンシードレース市から生産したポートスタイルの甘口ワインで知られていた。しかし、新時代のワイン生産者は、 新たなワイン醸造技術に焦点を当てて、品質を重視し、カリフォルニアワインのルネサンス期の到来を告げた。1960年代には、ロバート・モンダビ、ハイツ・ワイン・セラーズ、デビット・ブルース・ワイナリーなど、ブティック・ワイナリーと呼ばれる、高品質ワインの生産者のいくつかが設立されている。カリフォルニアワインの品質は向上し、この地域は、国際的な注目を集め始めた。 1968年には、ナパが農業保護区域に指定され、住宅地の拡大に圧迫されていた、ブドウ畑は市街化の波から逃れた。そのマハナパから約10年遅れて、後継期に至り、1970年代半ばに、高品質ワインのワイナリーが相次いで設立された。1970年頃からは、カリフォルニア州への大手資本の導入も進み、ネスレ社、 ラッケ社、エッケス社などヨーロッパの企業も資本参加し始めた。日本の企業ではサントリー、大塚食品、札幌ビール、山岳オーシャンなどがカリフォルニアのワイン産業に進出している。1978年にはモンダビとフランスボルドーのフィリップド・ロチルド男爵が結束してオーパスワンを設立し世界のワイン業界を驚かせた。 1960年代と1970年代にはカリフォルニア州のブドウ栽培面積とワイナリー数が飛躍的に増大。1970年には栽培面積が50万エーカーでワイナリー数が約240件。1980年には栽培面積が76万8000エーカーでワイナリー数が約500件。1988年には ワイナリー数が約700件にまで増加した。カリフォルニアワインの飛躍の瞬間は1976年、イギリス人、ワインショーのスティーブン・スパリュアがパリで、試飲会を開催した時だった。この試飲会には、カリフォルニア、ボルドー、ブルゴーニュから、最高クラスの生産者が招待され、ブラインドテイスティングで優劣を競った。この、パリスの審判では、カリフォルニアワインが、 フランスの名だたる生産者を抑え、赤ワイン、白ワイン双方の部門で1位を獲得して世界に衝撃を与えた。1980年代にはフィロキセラが再来したが、当時のカリフォルニア州では、デイビス港が推奨していたフィロキセラに弱いクローンを用いていたため、数千エーカーのブドウ畑が破壊された。多くのブドウ畑が再植樹を余儀なくされたが、 1987年までに1万4000ヘクタールの植え替えが完了し、よりこの地に適した品種やクローンへの植え替えを進めることができた。1990年代にもワイナリー新設の動きは継続し、1995年にはカリフォルニア州全体で800を超えている。さらなる社会的名声を得る手段として、ナパノワイナリーの所有者となるた業種での成功者が、 続いたが2000年頃にはナパでブドウ畑拡大の余地がなくなった。アメリカ国外での売上高の減少に伴って2009年のカリフォルニア州のワイナリーの売上は過去16年で初めて前年度を下回ったと報じられた。2008年以降の経済危機では高価格ワインの愛好家が減少しているがアメリカのワイン消費量は堅実に成長し、 カリフォルニアワインの愛好家は全世代で増加している。2017年10月、カリフォルニア州各地で発生した山林火災はカリフォルニアワインの醸造所や畑などにも被害を与えた。クリップ、カリフォルニア大学デイビス校の象徴である、吸水等世界的に著名なドウ栽培、ワイン醸造学の研究機関としてカリフォルニア大学デイビス校があり、世界のワイン会で、 最も影響力がある研究機関とされている。デイビス港のブドウ栽培、ワイン醸造学科は1880年にカリフォルニア大学バークレー校に設置された研究所を前身としており、1935年にナパ軍に近いデイビス港に移設された。第二次世界大戦後にはデイビス港のジョンエル・イングラハム教授が乳酸菌の抽出に成功し、 1959年には R. ブランフォードウェブが世界初の人工的なマロラクティック発酵の制御に成功した。カリフォルニア州立大学フレズノ校もブドウ栽培、ワイン醸造学部門を持っており、カリフォルニアのワインメーカーの多くはデイビス校、フレズノ校の両校出身者である。アメリカの他地域では東海岸のニューヨークにあるコーネル大学や 西海岸のワシントン州にあるワシントン州立大学にも名の知られたブドウ栽培ワイン醸造学部門が存在する。旧世界のヨーロッパではブドウ栽培に土壌を重視する考え方が一般的だがカリフォルニア州などの新世界では土壌よりも気候が重視される。デイビス校のメイナード・アメリン教授とアルバート・ J ・ウィンクラー教授は気候をもとにしたワイン産地の区分法。 ウィンクラースケールを開発し、グレゴリー・ジョーンズ教授がカリフォルニア州以外の産地にも応用できるよう改定した。この区分法では4月1日から10月1日までの期間について摂氏10度を超える温度を積算したものであり、その産地に適したブドウ品種とワインのスタイルの概略を示している。ジョーンズによる改定版は特定の品種が特定の地域で、 成熟するかの目安に使用されている。カリフォルニアでは、フランス系、イタリア系、スペイン系などだけでなく、後輩種やカリフォルニア大学デイビス校ドウ栽培、ワイン学学科によって開発された、新品種など、100を超える、ブドウ品種を栽培している。黒ブドウ品種では、カベルネソービニオン種、メルロー種、ピノノワール種、シュラー種、ジンファンデル種の子品種。 白ぶどう品種では、シャルドネ種、ソービニに4ブラン種の2品種、計7品種がこの地域の筆頭ぶどう品種である。1980年代末まで、カリフォルニア州のワイン産業は、ボルドー品種とシャルドネ種に支配されていた。消費者がこれらの品種に飽きて、カリフォルニアワインの売り上げが落ち始めたため、ロールレンジャーズと呼ばれる生産者集団や、 カルイタルと呼ばれるイタリア人生産者がシラーシュ、ビオニエシュ、サンジョベーゼダネ、ピノグリシュなどの品種から生産した新たなスタイルのワインで業界を活性化させた。21世紀初頭、ワイン生産者はトルソーグリシュやバルディケダネなど古くにこの地域で栽培されていた品種の復活を試みている。2004年に最も栽培面積の大きかった。 黒ぶどう品種はカベルネソービニン種。最も栽培面積の大きかった白ぶどう品種はシャルドネ種であり、黒ぶどうのメルロー種とジンファンデルダネが両品種に続いている。2004年には栽培面積の約60%が黒ぶどう品種、約40%が白ぶどう品種であり、1999年よりも黒ぶどう品種が4%増加した。 2004年のブドウ栽培面積は20万8000ヘクタールであり、1999年よりも7%減少した。1878年にその間に植樹されたとするのがカベルネソービニオン種の最も古い記録である。19世紀末には品質を重視するワイナリーの主力品種となり、フィロキセラと禁酒法の影響で、 カベルネのブドウ畑はほぼ絶えたものの、1960年代以降に盛り返した。1961年にはわずか200ヘクタールだったが、1990年には13,300ヘクタール、2008年には3万ヘクタールとなった。1999年のメルロー種の栽培面積は19300ヘクタールであり、ピークの2007年には2200ヘクタールにまで、 拡大していたが、映画、サイドウェイの公開が、メルロー種の人気に冷や水を浴びせ、2008年には19100ヘクタールに減少した。1850年代に持ち込まれたジンファンデル種は、成熟した際に糖度が高く、格好の低価格ワイン用品種となった。1980年代に、ピンク色のホワイトジンファンデルが流行し、現在では、 主成強化ワインの素材にも使用されている。蒸気の品種以外で重要な黒武道品種には、バルベーラ種カベルネ、フランシュ、カリニャンシュ、グルナッシュダネ、マルベックダネ、ムールベードルダネ、プティ、シラーシュ、プティベルドシュ、サンジョベーゼダネ、タナシュがある。1961年のシャルドネ種の栽培面積は、わずか120ヘクタールだったが、1970年代以降に、 急速に人気を増し、1991年には、フレンチコロンバード種を抜いて白品種第1位となった。かつては、オークソンの使用が流行していたが、現在では、オークソンを使用しない、シャルドネの人気が増している。蒸気の品種以外で重要な、白ブドウ品種には、シュナンブランシュ、フレンチコロンバード種、ゲビュルツトラミネール種、ネ、マルサンヌダネ、マスカットカネリダネ、ピノブランシュ、 キノグリ種、リースリング種、ルーサンヌダネ、セミヨン種、トルソーグリシュ、ビオニエ種がある。カリフォルニア州では、以下の品種が栽培されている。初期のブドウ栽培者は、数品種の混色を好み、また、植えられたブドウの木の大部分が、立ち木地立てに仕立てられた。1930年代初頭の禁酒法撤廃後には、機械を導入するために植樹密度を減らし、 株間は2.5メートル、うね間は3.5メートル、1エーカーあたり475本となった。1970年代には酸水用のスプリンクラーや点滴灌外設備が広く導入され、糖分の蓄積が促進された。1980年代には質の高い果実を得るために、植樹密度を高めた上で1本あたりの棒数が減らされた。 現在の品質を重視するぶどう畑では、通気性が良く太陽光の影響を最大限に受けられる垂直仕立て法が用いられることが多い。有機栽培やバイオダイナミックスの導入はヨーロッパの主要産地よりも遅かったが、現在では大手を含めて多くのワイナリーで実践されている。小規模なワイナリーも優秀なクローンを選定して用いている。 カリフォルニア州のアイン産地ンアメリカ合衆国の地理的表示制度では大きな順に州名、軍名、エイバ名で表記される。アメリカ合衆国全体では157のアメリカブドウ栽培地域が認可されており、うちカリフォルニア州では94のエイバが認可されている。エイバが定めているのは地理的範囲のみであり、ブドウ品種や醸造法、 考えの有無や最大収量には関与していない。ラベルに収名を記載する場合は、その州内で栽培したブドウを100%使用しなければならない。ラベルに群名を記載する場合は、その群内で栽培したブドウを75%以上使用しなければならない。ラベルにエイバ名を記載する場合は、そのエイバ内で栽培したブドウを85%以上使用しなければならない。 北端のメンドシーノ群から南端のリバーサイド群まで7 0 0トル以上に渡ってブドウ産地が存在し、カリフォルニア州には1730平方キロメートルの畑でブドウが栽培されている。著名なエイバにはナパバレー、ロシアン、リバーバレー、ラザフォード、ソノマバレーなどがある。セントラルバレーはサクラメントバレーからサンホワキンバレーまで3 0 0トルに 渡って伸びているカリフォルニア州最大のワイン産地である。この地域だけでカリフォルニア州産ブドウの75%を栽培しており、ガロシャフランジア、ブロンコワインカンパニーなどの大手生産者がバルクワイン、ボックスワイン、ジャグワインの大部分を生産している。カリフォルニア州のワイン産地はしばしば4つの主要地域に分割される。スティルワインピンク色のホワイトジンファンデル。 カリフォルニア州では、スティルワインに加えて、スパークリングワイン、デザートワイン、主精強化ワインなど、あらゆる種類のワインを生産している。より、旧世界やヨーロッパのワインスタイルに近いカリフォルニアのワイン生産者が増加している一方で、カリフォルニアの大部分の生産者は、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンなどの生産者と同様に、 よりシンプルで果実味の強い新世界のワインを好む。温暖で安定した気候でブドウの果実は完熟し、13.5%以上にも、なる高いアルコール度数のワインを生産することができる。カリフォルニア州で生産されるシャルドネシュのワインは、シャブリとは大きく異なり、マロラクティック発酵やオークソンでの熟成によって、コクのある力強いワインとなる。 フランスのロワール渓谷やニュージーランドとは異なり、カリフォルニア州のソービニオンブランシュは強い酸味や活発さ、花のニュアンスを持つ。この品種はしばしば多く損での熟成で劇的にイメージが変化する。ロバート・モンダビはフュームブランのスタイルの先駆者であり、カリフォルニア州の他の生産者もモンダビに追随した。しかし、フュームブランは多く損で熟成された。 ソービニオンブランシュのワインという厳密な定義を持つわけではない。パリスの審判で世界のワイン地図にカリフォルニア州を初めて記したカベルネソービニオン州は今日でもカリフォルニア州のトレードマークとなっている。カリフォルニア州のこの品種は果実味にあふれ、豊満で濃いワインを生み出している。1990年代には人気のメルロー種が広く植えられ、現在でも アメリカのバラエタルワインの中で最も販売額の大きな品種である。この品種にとっての悪地では宗屋で特徴のないワインが生まれるが、適地に植えられたメルロー種は華やかで濃縮されたワインを生み出す傾向がある。ブルゴーニュやオレゴン州のピノノワール種は繊細さや上品さが見られるが、カリフォルニア州の同種は一般的に濃くて果実味の強いスタイルである。この品種に カリフォルニア州の気候は暖かすぎるため、州内でも海洋の影響を強く受ける涼しい地域が好まれている。1998年にカベルネソビニ4種にその座を譲るまでジンファンデルダネはカリフォルニア州で最も栽培面積の大きな赤ワイン用ブドウ品種だった。これにはホワイトジンファンデルの幅広い人気も影響している。 ジンファンデルダネは力強く、酸味や果実味が強く、ジャムのような風味を持つワインとなるが、ホワイトジンファンデルはバラ色でやや甘口のワインとなるのである。この品種はヨーロッパに起源を持つが、ジンファンデルダネは独特のアメリカンスタイルの品種であるとされている。スパークリングワインドメーヌカーネロスが生産する、スパークリングワインカリフォルニアでのスパークリングワインの 歴史は1880年代にそのまでコーベル・シャンパーニュ・セラーズが設立されたことに遡る。リースリング種、シャスラ種、マスカット種、トラミネール・ダネなどの品種を用いてコーベル兄弟はシャンパーニュ方式でスパークリングワインを生産した。今日のスパークリングワインはフランス・シャンパーニュ地方のシャンパン同様の品種で生産されており、シャルドネ種、ピノノワール種、 ピノムニエ種が用いられる。また、ピノブラン種、シュナンブラン種、フレンチコロンバード種を用いるワイナリーもある。高級ワインの生産者はいまだに、シャンパーニャ方式を用いているが、ガロ社の銘柄、アンドレアコンステレーションブランズ社の銘柄、クックスのような低価格ワインの生産者の中には、シャルマ方式を用いるワイナリーもある。高品質スパークリングワインを生み出す。 潜在性は、シャンパーニュ地方の生産者を、カリフォルニア州に引き付けている。モエー・シャンドンのドメーヌ・シャンドン、テタンジュのドメーヌ・カーネロス、ルイ・ロデレールのレ・ドレーヌ・エステートなどである。ほとんど同一の品種と同一の生産技術で、作られてはいるが、カリフォルニア州のスパークリングワインは、シャンパーニュの模倣を試みるのではなく、独自のスタイルのワインを作り出している。 カリフォルニア州のスパークリングワイン生産者は洗練されたエレガントなワインを生産しようと奮闘している。シャンパーニュでは例外的に優れた都市しかビンテージワインを生産しないがカリフォルニア州では恵まれた気候条件も影響して毎年ビンテージワインを生産している。主制強化ワイン1933年の禁酒法撤廃後にはカリフォルニア州で生産される ポートスタイルのワインが低品質であるとする悪評を得た。1960年代にはワインルネサンスが開始され、カリフォルニア州のデザートワインや主精強化ワインの品質は劇的に改善した。ベリンジャー・ビンヤーズは装備に4ブランシュやセミ4種から初めて寄付ワインを生産した生産者の一つである。ソーテルヌ地方とは異なり、ベリンジャーはブドウを 通常の方法で収穫し、実験室で培養したボトリチス菌をワイナリーで人工的にブドウに付与させた。一方で、アンダーソンバレーエイバなどの生産者は、寄付菌が繁殖したブドウが自然に発生する可能性を持つブドウ畑を見つけた。アンダーソンバレーとアレクサンダーバレーエイバは、リースリングをおそつまみして生産するデザートワインで名声を得た。 フランスやイタリアのスタイルのミュースカワインもカリフォルニア州全体で生産されており強い方向とバランスの取れた酸味で知られている。カリフォルニア州では通りがナシオナル州、ティンタカオン州、ティンタローリス州などのポルトガルの伝統品種などからポートスタイルのワインも生産されている。ジンファンデル州やプティシュラー州などから生産する独特なスタイルのデザートワインもある。 ジェネリックワインアメリカ合衆国やオーストラリアなどの新世界ではヨーロッパの産地名をワインの名称に用いヨーロッパの産地の良質なイメージを利用するワインがジェネリックワインと呼ばれる味わいのイメージで区別しており使用するブドウ品種がヨーロッパの産地と同じとは限らないヨーロッパの産地との間では故障使用に対する議論が行われているバラエタルワインと対比される バラエタルワインブドウ品種名をワインの名称に用いているワイン、ジェネリックワインと対比される。1983年まではボトルの51%以上、1983年からはボトルの75%以上に使用されているブドウ品種をラベルに表示することができる。ロバート・パーカー、ワイン・スペクテーター・氏などのワイン関連出版物は、 カリフォルニアワインの品質基準の確立に力を及ぼしている。カリフォルニアワインに最も大きな影響を与えるワイン評論家はワインスペクテーター氏のジェームズ・ローブとロバート・パーカーであり、二人の点数がヴィンテージの評価を上下動させているとされる。カリフォルニアワインを主題とした、または主題の一つとした映画には以下の作品がある。ありがとうございます。